沢の鶴株式会社は日本の種類製造業会社。兵庫県神戸市、奈井里の一つ西郷に本社を置く。純米に自信を持つ酒蔵である。純米系をベースとした商品群が並ぶ。平成14酒造年29酒造年、沢の鶴資料館酒造りの歴史を伝えるため昔の酒蔵を利用して1978年11月公開された。 博物館、酒造りの各工程とその際使用する道具類を展示している。兵庫県の重要有形民族文化財の指定を受けたが阪神大震災で全開した。その後、1999年に全国初の免震構造を導入の上再建された。世界庁酒造は1758年創業。特に 静岡県においては強力な販売力を有していた世界庁酒造ではあるが、1995年の震災により、酒蔵の姿はなくなったものの、神戸市を中心に、居酒屋、清酒世界庁蔵元直売所は今も姿を残している。代表的な店舗としては、阪神電車元町駅、新海地駅を最寄り駅としている。また、今販売している店舗は、 沢のツール問い合わせ窓口か、阪神電車大物駅を最寄りとする酒屋原田、商店でしか購入できない。ありがとうございます。